モノフィンをつけてのアプネアフリーダイビングとは、呼吸するための機材を使わないダイビングを指している。アプネアとも呼ぶ。レクリエーションとして楽しむアプネアもある。スノーケリング、スキンダイブ、機材をつけずに水中を泳ぐこともフリーダイビングと言える。フリーダイビングは少なくとも3つの基本概念が、スキンダイビングやスノーケリングとは異なる。フリーダイビングは、 スポーツとしての身体的かつ精神的な達成感を強調する。フリーダイバーはスノーケラー、スキンダイバー、スキューバダイバー用の機材とは異なる機材を使うこともあり、使用方法も多少異なる。フリーダイバーはより長い無呼吸状態とより深い振動を伴う。競技としてのアプネアには以下のものがある。一般的に息を止めて深くまで潜ると肺が。 締め付けられ、スクイズと呼ばれる障害が発生する。肺にスクイズが発生した場合、胸壁から肺が剥離し、非可逆的な損傷を受ける。このため過去には、人間が息をこらえて潜る、理論的な限界推進は30数メートル程度と言われていた。しかし、ジャック・マイオールが1976年にマイナス100メートルの素潜りに成功。 2007年6月現在のノーリミッツでの最高記録はヘルベルトニッチ、ハーバートニッチのマイナス214メートルである。現在では閉塞大震度潜水時には水圧により腹部の内臓が横角膜ごと肺の方向に押し上げられ肺のスクイーズを防ぎ肺並びに周辺組織の不可逆的損傷を防いでいることが明らかになっている。 日本にて日本語の講習を行い C カードを発行している世界中で通用するフリーダイビング団体。ありがとうございます。